千葉勝種は戦国時代の大名、本佐創上上主、千葉高種の嫡男。遠徳4年2月15日、父高種が出家したため家督を継ぐ。高種が小学坊の支援の下で千葉市投手を名乗ったため、勝種も千葉市投手とされている。詳細は不明であるが、小学坊、足利正氏、高本親子と千葉高種、勝種親子が不和となり、 文岐二年から永生元年にかけて正氏親子が、千葉市討伐に向かい、本佐総城に近い篠塚人を拠点として、千葉市を攻めたが、両上杉氏の対立の激化によって、和睦に至った。その直後に発生した立川原野の戦いでは、勝種は対立関係にある、千葉守る種との対抗上、上杉秋貞側川について大敗している。栄翔二年のこのマ種の元服式は、 盛大に取り行われたことから、下宇佐の諸豪族からは、千葉市投手としての支持を集めていたと思われる。英章6年に隠居し、この正種に家督を譲ったが、実権は保持しており、古学坊家の内紛にも関与した。英章14年には漱石にあった古学坊、足利正氏の次男空前が原属し、足利義明を名乗り挙兵、和佐武田氏と共に、 千葉市の家臣である原橋の小弓城を制圧し、小弓久保を自称した。これに対して勝ち種は、隣の薄井城の薄井氏が、小弓久保側についたことを、足利高本に書状で知らせ、英章16年に高本と共に、吉明が滞在していた、カ佐サシーズ城を攻撃している。また、北条氏綱に、小弓奪還のための遠平を求めたものの、 当時、吉明との政治的取引を期待していた、宇治つに拒絶されたという。勝種は和歌にも深い関心を持ち、彼とその家臣団は、桜花団と称される和歌集団を形成していた。勝種自身の和歌は残っていないが、彼と親交があった家人同窓順窓が、英称11年に編纂した雲玉和歌賞には、千葉市関係者の和歌が多数再録されている。また、 彼の時代に、桜の町が整備されて、多数の寺社が建立された。勝種自身も海となり寺、勝種寺を建立した。協力5年5月21日に死去した。一説には戦死したとも。勝ったね。君本桜城があった千葉県市水町では、本佐荘城のマスコットキャラクターとして、千葉勝種をモデルとしたゆるキャラ、勝ったね。君を採用している。 脇俊幸、下宇佐国史の塚人についての基礎的考察、今学坊、足利正氏、高本不死の暴走道座マイナス ISBN978 から4から872944723、富山真嗣、戦国吉橋の原服 ISBN978 から4から872944723、市水町、教育委員会 HP、勝ったね。君の紹介。 ありがとうございます。